にちは、縁語ろうチャンネルです。有線の演歌歌謡曲週間リクエストランキングが発表されましたので、その内容をまとめてお伝えしていきます。皆様の感想やコメントをお待ちしています。皆様でコメント欄にて盛り上がっていただければ幸いです。週間の演歌リクエストランキングが9月18日に発表されました。本ランキングは有線の集計をもとに発表しております。今回の集計期間は2019年9月6日から2019年9月12日です。今週は誰がランクインしているのか、それではランキングスタートです。第30位、忘れ酒、中村光子。発売日2019年4月24日キングレコード。第29位、只見線恋歌、奥山英二。発売日2019年4月17日定築エンターテインメント。第28位、夕凪橋、浜ひろや。発売日2019年8月21日定築エンターテインメント。第27位、人は旅人、山本ジョージ。発売日2019年7月25日定築エンターテインメント。第26位、高藤桜道、水森かおり。発売日2019年1月22日徳間ジャパンコミュニケーションズ。第25位、ずっと愛してる、咲島淳。発売日2018年5月16日徳間ジャパンコミュニケーションズ。第24位、男の純情、辰巳優斗。発売日2019年3月27日ビクターエンターテインメント。第23位、シリウス一番星、木所葵。発売日2019年8月21日エイフォースエンターテインメント。第22位、横浜ブルース、高宮誠治。発売日2018年5月30日徳間ジャパンコミュニケーションズ。第21位、知床バンカー、走り祐介。発売日2019年7月24日日本コロムビア。第20位、雨音、松崎康介。発売日2019年8月7日
日本クラウン。第19位、小伊勢川。郡健太。発売日2019年9月18日。トクマジャパンコミュニケーションズ。第18位、もう一度、林由美。発売日2019年8月28日。トクマジャパンコミュニケーションズ。第17位、津軽の風笛。水木夏美。発売日2019年8月21日。キングレコード。第16位、小田原。アーティクル9。発売日2019年6月26日。夢レコード。第15位、桂浜愛華。水田龍子。発売日2019年9月4日。キングレコード。第14位、唇スカーレット。山内圭介。発売日2019年3月6日。ビクターエンターテインメント。第13位、夢の振り子。竹島ひろし。発売日2019年6月12日。定築エンターテインメント。第12位、愛しすぎて。シャリオ・ミエ・リエ。発売日2019年2月6日。ウィングジャパン。第11位、アシタバナ。大道真子。発売日2018年11月7日。ウィングジャパン。第10位、浜暴風。山崎定時。発売日2019年1月23日。日本コロムビア。第9位、俺でいいのか。坂本冬美。発売日2019年8月21日。ユニバーサルミュージック。第8位、大手。森好み。発売日2019年9月4日。定築エンターテインメント。第7位、東京メロドラマ。ケンジロウ。発売日2019年8月21日。定築エンターテインメント。第6位、夜明けの旅路。大原和美。発売日2017年1月18日。トクマジャパンコミュニケーションズ。第5位、あなたと。泉奈緒。発売日
2009年6月3日、トクマジャパンコミュニケーションズ第4位、藤山ジャパン、喜納昌吉。発売日、2019年9月4日、夢レコード。第3位、大丈夫、氷川きよし。発売日、2019年3月12日、日本コロムビア。第2位、大阪恋しぐれ、天童よしみ。発売日、2019年6月19日、定築エンターテインメント。第1位、黄昏坂の二日月、秋元順子。発売日、2019年9月4日、キングレコード。皆様、有線に電話でリクエストをして、好きな歌手を応援してくださいね。いかがでしたでしょうか。皆様、ランキング入りおめでとうございますと感じましたら、高評価、グッド評価で応援してください。ご協力よろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。